今ちょっとターゲットを倒す準備運動をしてるから邪魔しないで。ちょっと聞きたいことがあって。何？ガイルと喧嘩したって本当か？はあ、本当よ。なんでだ？ガイルが私の狙ってるターゲットを横取りしようとしてきたのよ。マジかよガイル、最低じゃん。ええ、まあ準備運動が終わったらガイルよりも先に私がターゲットを倒すわ。ケミーならできるよ。僕たちは応援してる。ありがとう。てかそろそろそのエモートで私の周りを回るのをやめてくれない？準備運動に集中できないわ。まあそうカリカリするなってキャミー。みんな君を応援してるんだ。それはありがたいけど。くそ、キャミーのターゲットはどこにいるんだ。はあ、俺が先に倒してキャミーよりも強いということを証明してやる。お、記者ポップ起きたぞ。これはまさかの囲んでくれるやつ。いいね、これ題材にしようかな、茶番の。ありがとうございます、みんな。見知らぬ誰かの皆さん、皆さんのおかげで茶番がスムーズに作れます。あとはリプレイ機能で撮って適当にセリフつけるだけなので、ありがとう。ということで、今回は新スキンのキャミーを使ってフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、キャミー、なんかターゲットを狙っとんやって？そうよ、今からそのターゲットを倒しに行くの。おお、そのターゲット、どんな人なん？この人よ。なるほど。で、この人がガイルに横取りされたって感じ、このターゲット。そう、でも大丈夫よ、私の方が先に倒すから。私が先に倒せば大丈夫って感じ。なるほど。なんでこのターゲットを狙ったん？このターゲットは将軍に言われたの。このターゲットを見つけて倒してって。でもガイルが私のターゲットを横取りして私よりも強いと証明したがってて。あー、だから横取りされたって感じか。まあされたというか横取りして倒そうとしとるって感じか。そういうことよ。お、なんか向こうから撃ってきとるぞ。とりあえず武器が必要だわ。ターゲットビリーバービーチにおるん？そう、ビリーバービーチのどこかにいるって情報を得たの。そういうことか。よし、魚が2匹も出てきたわ。これで回復できる。お、向こうに誰かおるぞ。あれは間違いなくターゲットだ。そうかな。えい、違うじゃない。違った？おかしいな、ターゲットに見えたんやけど。痛いわ、ちょっとやばい、逃げないと。おお、やばいぞ、頑張れ。泳ぐんだ、とにかく必死に。よし、もうそこに焚き火あるから早くしよう。うん、これって燃えないよね、焚き火つけても。うん、大丈夫大丈夫。本当に？信じるわよ。ほらな。本当だ。ガイルってなんでキャミーよりも強いって証明したかったん？それはね、この前私とガイル対マンしたんだけど。あ、対マンしたん？うん、それで私が3対2で勝ったの。なるほど、だからキャミーよりも強いって証明したがっとんか。そう。おっと、ターゲットにされとるぞ。ガイルじゃないこれ。ガイルがキャミーをターゲットにしたんちゃう？そうかもね、気をつけないと。どうした固まって。ちょっとお腹痛くなってきたかも。大丈夫？うん、トイレ行く？そこにちょうどあるよトイレ。うん、大丈夫。そう、じゃあキャミー引き続きターゲット探し頑張って。ちょっとコメント返しするわ。最近あのコメント返しできてなかったし、リクエストもあるから。分かったわ。武藤さん、風邪なんて引かないようにフォートナイトの茶番やマイクラのゲームをしながら頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。てかめちゃくちゃ優しいな、ほんまに。こんなコメントしてくれる。キットがドーナツ美味しいっていうの可愛い。
これか。可愛いよな、きっと。ノーム、すごくいるんだな。あと、最後のムトッチが起きたとき、キッドがピコピコハンマーで叩くの面白かった。ってことは、最後まで動画見てくれたってことか。嬉しいな。ターゲットじゃねえ、あれ。お、ナイス、キャミ。やった。これでガイリより先に倒すことができた。いいね。目的達成やな。うん。これからどうするん？ガイリを探すわ。そっか、でもターゲットにされてるし、もしかしたらそれがガイルかもよ。かもしれないね。ガイル探してどうする気？ガイルを倒す。あ、そっか、喧嘩しようやもんな、ガイルと。そう、ガイルを倒して私の方が強いってことを認めさせるわ。見てって。おー、キッド、今日は新スキンのどうか。そう、きっと今あれコメント返ししとんやけど、呼んでくれる？いいや。どこまで読んだの？ここ。オッケー。いつも茶番を見て元気になります。ありがとうございます。こちらこそ、いつも動画見てくれてありがとう。久しぶりのピコピコハンマー最高。うお、このコメント高評価11もついてるな。確かに、ピコピコハンマー人気なんだ。そうやな。これからもムトッチの頭いっぱい叩こっと。それはダメ。え？キッド様が最近メインで出てない。かっこいいキッド様。ムトッチ、もっと僕をいっぱい出してよ。あー、これはなんか最近たまたま新スキンばっかり出るから、そのネタばっかりになっとって、たまたま出てないだけ、キッドが。最近ムトさん出てなくて寂しいです。一日でも早くムトさんの声が聞けてよかったです。まあ最近俺が声出しなかった理由は、単純に編集がちょっと手間かかるんでね。いろんな人が喋るとキットにしたらもう楽なんだったん。ムトッチ、もじもじ言わずにちゃんと話して、編集頑張ってやっと。はい、頑張ります。おっと、誰か来たぞ。ガエルじゃない？気をつけないと。おっと、頑張れ、キャミ。ああ、ガエルじゃなかったな。